月澄江は、日本の女優である。出生名、前川澄江結婚後の本名は、小林澄。江1916年10月18日、埼玉県秩父郡秩父町宮の川に生まれる。母の妹が、女優のさつきのぶ子である。旧姓、秩父郡立秩父尋常小学校を卒業した後、1930年前後に、さつきのぶ子。 高橋義信夫妻の近代座に参加し、河村家療の心パ悲劇、母三人で初舞台を踏む。1933年、京都の松、竹下鴨撮影所に入社、同年12月14日に公開された、河村家療原作、井上金太郎監督のサイレント、A、映画、上州土産百両手で、小野英五郎の相手役を務めて、満17歳で映画界にデビューした。 1934年、新興キネマ現代部に移籍して、現代劇に転校、同年8月8日に公開された、上長茂雄監督の、娘と学生と職人に主演している。同年後半には、当時同社と配給提携していた、嵐勘十郎プロダクションに招かれて、専属俳優となり、倉間天狗三作で、嵐勘十郎の相手役を務める。 1935年2月1日に公開された並木京太郎監督の右門鳥物町七葉家大名が月にとっての初めてのトーキーであった。同年3月21日に公開された牧野正弘、山本松尾共同監督によるトーキー成平小僧春霞八百八丁を最後に同社を離れ半年ほど関西審判の舞台に参加する。同年秋には 日活京都撮影所に移籍して、稲垣博監督の占領歴、久美田教授監督の封印、半次郎に出演する。同年11月に、牧野正弘が新しく設立した、牧野東器製作所に第二記入者として1936年に移籍主に沢村邦太郎ら主演俳優の相手役を務めた。1937年4月末、同社が解散し、 月は、同年、俳優の小林重四郎と結婚しているが、双方とも二度目の結婚で、月の連れ子が一名、小林の連れ子が二名、その後もさらに二名の子を設けた。同年秋までに、大阪府南河内郡古市町白鳥園の極東キネマに入社、同社が制作、配給するサイレントの剣劇映画に出演する。1938年9月22日に、 公開された松崎政治監督の解説版、江戸の師匠に出演したのを最後に、同社を退社、夫と共に小林重志郎一座を結成、舞台に活動の場を移す。第二次世界大戦中は、やがて夫が召集を受けて戦地に赴任するのを受けて、自ら座長となり、新オンラインを結成している。1944年5月には、 花火市あちゃこのあちやこ劇団に所属し、下月劇場での虎猫社長や車屋さん、弟さん、同連三人旅に宮村松枝と共に出演した記録がある。第二次世界大戦の終結後は、1949年に夫は映画界に復帰したが、月は舞台畑を歩んだ。新派の水谷八重子一座に参加、テレビドラマにも出演した。 1961年に引退。1996年6月6日、夫の小林十四郎が、吉育31座の舞台の途中に倒れ、死去した。日本映画俳優全集、男優編の小林の項目には、三男一女ありとあるが、これは、月の連れ子がカウントされておらず、夫人の姉は、女優のさつきのぶことあるのは前述の通り、 月の母の妹の誤りである。月の前部については定かではない。すべてクレジットは出演である。公開日の右側には役名、及び東京国立近代美術館、フィルムセンター所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。 すべて制作は、松竹下鴨も撮影所、配給は、松竹キネマである。すべてサイレント映画である。すべて制作は、新興キネマ現代部、配給は、新興キネマである。すべてサイレント映画である。特筆以外すべて制作は、嵐寛十郎プロダクション、配給は、新興キネマである。すべて制作は、日活京都撮影所、配給は、 日活である。槍持ち街道、右が月、左の槍持ちが田村国夫。初期の特筆以外すべて制作、配給は、牧野陶器製作所である。すべて陶器である。すべて制作は、極東キネマ古市白鳥園撮影所、配給は、極東キネマである。一部、解説版以外すべてサイレント映画である。すべて制作、放送は、 日本テレビ放送網である。いずれもテレビ映画ではなく舞台劇の延長線上にある放送劇である。ありがとうございます。